親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なものを頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃。昔話を語り出すと決まって、貧乏欺瞞ですかという顔をするやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて欺瞞くらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がれるかな。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。今なら何だって注文できる。親の顔色を気にしてチキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい。好きなもの何でも頼めるさ。酸っぱい湯気が炊き込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな、赤坂プリンス抑えとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥持ってこい。これが七面鳥か、思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。はい、こんばんは。今夜はね、チキンライスを歌いました。2020年6月の17日、水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものように先がなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。で、今日はね、のんびり町屋からですね。さて、今日 YouTube ライブやりましょうかね。あー疲れた。今日は炒め物、キノコ炒めかな。あー疲れた。お腹が鳴ってるよ。疲れた。もろかが過ぎる。早いね。もろかずも半分過ぎちゃったね。あっという間だね、ほんとね、うん。あっという間。生活が追われてる感じだね、ほんとね。ああ、疲れた。本当はね。あ、大腸マイク入るかな。やってみた。活字庫生存確認。活字庫生存確認。2020年。8月。8月じゃないよ。6月だよ。6月の17日。水曜日。なんとかね。うん、超大丈夫さ。久々だ、この早い時間に待ちたいから。たまにはのんびりね。上を向いて歩こう、涙が
こぼないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、にじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こうございました。2020年6月の17日水曜日の生存確認です。生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認に近づいて、こんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。今日は町屋からのんびりです。どうもこんばんは。こたさんどうもね、もずさん、もずこさんどうも、もやさんどうもね、ありがとう。音声届いてるかな。よかった、よかった、音声大丈夫、届いてます。今日は町屋からのんびりね。じゃあ早速、今日のお夜食、今日はきのこ炒め、しいたけとね、豚肉のバラ肉、ちょこっと、と小松菜で炒めてくるのか、ちょっと小松菜、蓋がぶるぐらいちょこっと、今日は町屋からですね。なんで今日は小松菜、それ炒め物ね、そう炒め物。あんま洗う掃除は使わないで、外のこのジュース掃除使おうか。実際そうですね、たまには使わないとか、粉で使わなかったもんだけどね、一応万が一用にね、焚き火シャンプーでもね持ってくんだよね、そば穴はね。であんま使わないでね、これね、炒め物ね、外のさ、エネルギー解釈スタイルのやつだね。ボンベはさ、ドンチの安いやつね。パルエース。パルエース安くていいよね、これね、パルエースね。よし。で、こんにちは。これでやろう。はい、どうもね、こんにちは。町屋からです。のんびりとね、のんびりと今日はたまにはね、まあ電車あるけどさね、無理しないでもいいやと思って。で、フライパン、これで今日はね、椎茸と小松菜と豚バラ炒めね。バッときた。じゃあ炒め物やろうか。炒め物ちょっとね、油しこうか。調節難しいんだよね、これね。で、そこって入れて。
ないんだよね、これ。取ってないからさ。適当に。なんか豚バラ行こう。豚バラ。豚バラ。そこ 80g ぐらいのとこ。もう豚バラ準備。塩コショウ、あ、腹がすごい。塩コショウ。塩コショウ。塩コショウ。豚バラだからさ、油いっぱい出る。豚バラね、腹がすごいね。うん、これでしっかり塩コショウするよね。これでしっかり塩コショウ、塩コショウしっかり、塩コショウしっかり、まあこんなもんでいいよ。で、しいたけ、肉厚のしいたけ入れます。これしなってするまでね。あ、ほんなら最後に。よかった、これ100円ずつなんだ、これ。同個ついたけど、6個入って、肉厚のだと。やっぱいい。カーテンって言っても夜暗いからさ、あ、まだね。ごめんね。夜遅いからさ。もういい通り、豚バラと。これでも良さそうだからさ、一番ちっちゃいから、一番ちっちゃいからね。じゃあこれ今ね、いや、まあ、まあいいや、これで、小松菜、今小松菜安いよね、小松菜ね。小松菜、2株ぐらい、ちょこっと。小松菜と椎茸と豚バラの炒め物。うん、行きますよね、十時に。ああ、疲れた。ああ、こんな感じ。青菜がしなってすればいいよね。青菜、小松菜ね、豚骨スープと豚バラ肉、80g ちょこっと、ね、どう？あ、うまそう。しいたけに小松菜に豚バラ肉、いいんじゃないですか。バランス珍しくバランス取れてるね。もうさっき塩コショウ、最初の塩コショウいっぱい入れたんでね、まずちょうどいいと思うんだけど。うまそうじゃん。お、
なんだいい感じ。キノコ入れるとさ、油とか余計な水分吸うからいいんだよ、それでいいんだよな、これね。あ、いい感じ、傘の。もういいだよ、別に。まだって。もううまそうじゃん。塩コショウだけ。味付け塩コショウだけ。うん。うん。塩分だ。一回塩分につけ。2回で止めます。で、で完成。じゃあ椎茸と小松菜、豚バラ炒め。じゃあこれをつまみながら一杯いこうか。どうも、スマホで見ようか。味付けは塩コショウだけ。最初にね、豚バラでこれだけ。味付けは塩コショウね、もずくさん。これだけ、うん、これだけ入れない。最初肉入れた時にちょっと多めに入れて、あ、全体に混ぜてね、うん。うまそうじゃん。椎茸もいい感じだ。うん。うわ、おいな。まず豚バラに。豚ね、豚バラ。うん、小松菜。でも家にあったやつ、分かんない。やっぱ胡椒強すぎたね。はい、いっぱいって。最初の一振りでよかったかもしれない。まあいいや。うまみだからさ。まあ、おろしましょうか。はい。じゃあ、これで一杯。小松菜と椎茸、小松菜と椎茸、あれ豚バラ、塩コショウじゃん。一杯飲み物持ってこない。今日の飲み物。匠代々ないです。匠代々今日ない。間違えてたからこっち持ってくるんで。三等今安いく売ってるよね。三等のこれね、一本100円ぐらいでね、ここで100円ぐらい。男前サワー、男前サワーです。ドスフードこれ、いいね。焼酎ベースで嬉しいね。これそう、焼酎ベースのやつね。男前サワー、はい、こんな感じ。どうもね。時計が隣にあるの、ごめんなさいね。隣に時計があるんだ、隣に。隣にこれ。隣に時計があるんだね。やばいわ。あれ、焼き兄弟はさ、大きい時計が株掛け時計なんだけどね、これ。卓上時計だからね。はい、乾杯。これ安いね、これ。今100円ずつんだ、これ。
税込み100円、1本100円ぐらい。いいな、これ売り出したんすよ。これ安いだけね、これこのやつは一袋60いくらで、ね、うちの3分の1ぐらいだからさ、まずな。豚バラはあれ100円ぐらいだよ。シイラも、だから今日300円以内。これは、これシイタがさ、これ、どんこ、大黒屋で安かったんだよ。100円でさ、どんこシイタケって書いてあって、肉厚のがロック入って100円だったんだよ。今日は食べない、うまい。でもほんま小松菜安いよね、小松菜ね。今安いんだよね、小松菜ね。まあ小松菜は3期がさ、首都圏だからそれもあるんだろうね。結構ね、近郊農家だからね、都心に近い。肉を中心に4等分にして、豚バラ、あ、うまい。考えて安いもの買おうと思ったらし、小松菜安いから一人で小松菜もさ、6束ってか、6株でいいのかな、6、7株入ってさ、何でしょ、1つだから、そのうち今日は2つ使ったわけ、ね、2株か。一人だったらさ、全部にあれ2つでちょうどいいからね。小松菜だけだったらさ、一袋全部使ってもいいけどね。他のもんって炒めたら、一袋全部使ってもいいからさ。これ、壺じゃない。これ、ポット。ちっちゃいポット。卓上ポット。わかった？卓上ポット。あれですか？あ、リンデロンさんの今日町屋から、今日は椎茸と、豚バラと小松菜の塩コショウ炒め。分かった、これ壺じゃないからね、ポットね、これポット1リットルポット。レモンサワーだ、レモンサワー、ちょっと前レモンサワー。これ場所を中って書いてあるからね、やっぱいいね、飲みやすいんだから、ね、レモンサワーやから安定の焼酎だ。ウォッカは飲められないとね、独特な味だもんな。多分いると思うけどね、映んないのかもしれない。うまい。赤札がなかった。赤札の10時で閉まってたんだ。通常11時だけどね、うん、
ビールなんどこも早いよね、今やっぱりね、この街もさ、ね、あそこ、町田の駅前あそこだと通常11時なんだけど、10時だよね、もう家で落ち着いた頃にはね、もう9時40分ぐらいだったから、もうちょっと20分しかねえから、変わらない これ豚バラはこれグルメシティの味だから、イオン系のグルメシティでさ、小さいパックのあった豚バラが200円ぐらいのやつの半額になってで100円ぐらい80グラムぐらい入ってる。でもこんぐらい他のもんで食べて80グラムとちょうどいいんだ、豚バラね。いくらでもね、もう大黒屋で安くて、大黒昨日買ったのかな、大黒屋で。そこの大黒屋。大黒屋黄色い看板の店だね。もう古いと思うやっても。僕が住んでからももう10年以上だから。そう、新しくなって僕ここに来て引っ越してからもね10年以上経つから、12年か1年はいるんで、それ以上が前からあるよ。赤札ではだからね、日曜日とかだね、休みの時ね、元終わったからなかなかね、10時閉店だからね、すぐね、そんなこの場所通常11時だからね、11時は結構早いけどね、10時はね、あっという間だからね、なかなかそんな早く終わらないからね。この辺は赤札多いよな、町田も上野にもあるしさ、あれ京田線根津の人とかもある、結構ほんとやっぱ都心が多いからね、赤札と、あと北陸将軍とかね、あと紅葉の島にもあってね、あ、紅葉じゃないか、あれは違うか、どんな生物、生き物ってどういう生物って言うの、どんな生物って言うのかな、こんばんは、うさぎかわいい、どうもありがとうね、ウサギ、ウサギ出る、ウサギってウサギいるの、わかんない、ウサギどこだ、ネズミは出ないね、あんまここはね、以前はね、お、文京区に住んでるところで出てくるから、ここは出ないね、こっちネズミはね、大塚に住んでる時はね、すごいネズミ、はあ、目を離してる時にね、ネズミが降りてきて、いろんなもん持ってった、隣のトイレに入ってる間にさ、ほんとトイレだ、ほんと数分の間にさ、ネズミが降りてきてさ、いろいろ今いないネズミ、ウサギじゃないの、わかんない、ウサギモノマネはできないよ、うん、でもね、もう今はよく音声届いてるね、うん、今日も明日からこんな感じ、はい、どうもね、いい感じだ、顔がやっぱこのがローカルで録画してますね、これライブ配信してるのは今日もこれだ、あれなんだっけ、ネクストモバイル、はい、パソコンはさ、あれ今日はあれミニノート、インドのミニノートで、まあスーツだけどね、なんだっけ、あれクロームブックが家賃に置いてあったから、
っと向こうかな。あ、リンさんだ。ももやさん、リンさんの、いや、ごめんなさいね。うさぎさん、そうだ。ももやさんはリンドさん、リンド、リンドロさんとこで見てたんだ。ありがとう。うさぎさんね、立ってんだよね、さぎね。じゃあもう一本行こうか。もう一本。な、リンさん。リンデロンっていうウサギなんですよね。名前、ウサギの名前みたいよ。あ、サルちゃんどうもね、今日は町屋から。しいたけと小松菜と豚バラ肉の塩コショウ炒めで、はい、レモンサワー。男前のレモンサワー。じゃあ2本目行こうか。うまいじゃん。この食べ物でもさ、200円ぐらいかな。200円ぐらいだもんね。自分で炒めればさ、こんなもんだ。炒め物なんかね、簡単だよね。じゃあ、もう一本。町屋の家ではさ、のんびりできるよね。やっぱ通勤時間ないもんな。たまにはね。ああ、いい感じ。やっぱこれ、シャツわかるからこれね、これ。この間シャンプーと着たやつね、茶色くなったら、やっぱ洗ったらやっぱ取れない、ね。やっぱ、汚れてんの、しょうがないね。やっぱ茶色いのよ、しょうがない。白は汚れ目立つからね。この間シャンプーでさ、スノーブシャンプー状態にして、この茶色く汚れてやつね。まあ、茶色取れない、ね。まあ、しょうがない、ね。これはね、これは違うんだ。いつか僕もね、四国行くからね、このね、四国ね。四国の鹿島からね、あそこのキャンプ場に行ってみたいんでね。あ、また正面。あ、どうも。あ、いいかな、ごめんなさい。じゃあもう一本持ってくるんで。強いな、少しでこれね。結構強い、これ。弓道だから、これね。いやー、どうもね、日本米とか。やっぱ強い、これね。飲み応えがあるね、やっぱ度数があるからね。はい、乾杯。イケメンよ、どうもありがとうね。はい、イケメンよ、ね。松本慎吾。あ、綺麗でしょ。せかってるね。本当にね、焚き火キャンプだからさ、僕は私ね、やりたい。ガスバーナー使わないよね、持ってってね。万が一は一応持ってくんだよね、これね。外のGストーブってやつね、コンパクトだからね。山だったらね、焚き火やんだからね、やっぱ使うけどね。焚き火キャンプの時はね、やっぱり本当ね、ずっと使っちゃう。よくさ、朝とか焚き火やんないでさ、バーナーとかで調理するけど、僕はそれもやんないね。ずっとしたいからさ。昨日この間みたいに朝はご飯食べてね、先にね。あれよね。万が一用に持ってってくるね。万が一用ね。万が一。万が一用に。キーストーブコンパクトだからね。キーストーブ。かわいい袋に入ってて、かわいいですね、これ。このサイズに収まるんだもんね、このキーストーブ。まあ、バーナーは別だけどね。あ、カセットガスあるね。これだけどさ。外のキーストーブ。これは気に入ってね、僕も。
だからそれをね、バーナー部分は切っちゃうけどさ、まあ別に一人でやる分にはね、あれやったら見てるのさ、工場仕事はどこも一緒よ。工場仕事はどこも一緒。久々超怖かったね。まあ、しょうがないね。嬉しいと思う。ね、嬉しい感じ。最近残業ないからな。うまい。まあそんなのがないね。うん。製造確認の一環。うん。うまいね。食べる最高。食べるいいね。安いもんな。コメント読んでるあれなんだ。別にない、楽しいことは別にないよ。いつも通り。女遊びしないでしょ。宝くじ当たったらね、ショープランだよ。宝くじ当たったらショープランに行こう。それしか考えらんだもん。高額当選金当たったらさ、それショープランでしか思いつかないもん。もし1億とか2億もし当たったらさ、ショープランドぐらい思いつかないね。行こう。特別欲しいものもないもんね。高額当選したら、ソープランドで、可愛い子にサービスしてもらう。それでいいんだけど。海外旅行って行きたいと思わない。ねえ。だって日本が一番安全みたいだもんね。どの国より。わざわざお金払ってか。大金払って飛行機乗ってさ、治安の悪いとこ行ってもなっていう思いがあって、このおしまいアイテムも、ぐりぐりした。わざわざ日本より治安が悪い国行くの嫌だよ。あの、それもそうだしさ、欧米と比べてやっぱ日本って飲み水が安全みたいな、やっぱり一番ね、よく言うよね、水もね。それはやっぱ日本は、あれ、平野が少なく山が多いからかもしれないね。水が豊富みたいなね、それもいいよね、日本は。よく言うヨーロッパはさ、水がまずいからさ、水ガーリンワイン飲む。フランスとかそうでしょ、あれ。水ガーリンワイン飲むとか言ってね。シルク、あ、なんだっけな、宮本照さんでさ、シルクロード旅行してるエッセンシャーあって、あれもそうみたいなね。生水がさ、ちょっとまずいからさ、水がり飲むと書いてるもんね。あのシルクロードなんかもそうや、その。真水飲んじゃったらさ、生水飲んじゃったらもう絶対お腹壊すからってことで。水がり飲んでるっていう意識持ってって。ついてない、大丈夫、うん、大丈夫だよ。水道水は飲めるじゃない、うん、水道水飲めます。普通に飲める。東京都は本当美味しいんだけど、水道水
日本の水道水美味しいみたいよね、諸外国と比べるとね。もともと僕だってこの近辺だもんね、だって京成沿線育ちだから、もっと出してねとか言ったことないもん。北海道の山の中で育った人だったらやっぱこういった首都圏の水ってまずいかもしれないかもしれないけど、僕そういうとこ知らないからさ、ずっとこの京成沿線だからさ、すごい大自然の美味しい水とか知らないからさ、それもあって普通飲めますね。むくんでましたね、俺ね。風俗でも我慢しないと。あっという間に2、3万なくなっちゃうもん、風俗行ったら。だから宝くじ当たったら行く。ね。ソープランド行って可愛い子にサービスしてもらおう。宝くじ当たったら。2億円ぐらいだったらさ。まあ当たるわけないけどな。でも僕ほんと、宝くじで高額当選したら、ソープランド以外考えらんない。もうそう人間です。1億、2億、もし当たったら、まず使いたいのは、ソープランドですね。それしかないです。ないです、それしか。思いつかないよ。うん、あれが一番、何やかんや言ってさ、かわいい子にさ、サービスしてもらうのが一番いいもんね。何やかんや言って。でもそうでしょ。よくぶつけたりする、ぶつけたりするかな、行く必要あるけどさ、ね、普段の生活費でさで行ってたらさ、生活が大変だから行かなきゃいけないんだよ。そうね、中腹にぶつけたんだよ、ぶつけたの、バカ面下げて海外旅行行くんだったらソープランド、ね、そうそう、ね、バカ面下げて飛行機乗って海外旅行行くんだったらソープランド行った方がいいよ。いやだ、女の子がいい、女の子がいい、女の子がいいです。女可愛い子、二十歳ぐらいの可愛い子にしてほしいな。男なんかやだよ、そんなの。ごめんね、タラちゃん、ごめんなさい、気をつけろ。何言ってくるか、ごめんなさいね、ラスさん。わかんない。寂しいかな、ごめんね。今日はね、上を向いて歩こう歌う。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。じゃあ最後にもう一回ね、歌うね。じゃあ2本の住まい。これでだいぶ酔ってきた。これ9度、度数高めだからさ。度数が9度なんだ、これね。これね。今日はこれの住まい。じゃあこれでしまいね。これで方形よ。で、上を向いて歩くのこのように。その後また最後もう一回歌って。ないですないですよ、経験もないよ、迷惑じゃないでしょ、女の子ちゃんとね、宝くじは当たり行こう、宝くじ。普段の生活じゃちょっとそれは使わないです。2、3万とかね。宝くじ当たったらね、って言って変わってないからわかんない。でもラジオの景品でたまにあるよね、ラジオの景品で。宝くじね。あんなやつでも当たったらね。そ
そのくらいがダメよ。そのくらいあるって使っちゃったらたまんないよ、ね、あれ忘れちゃったっけ。うん、それはあるからって使っちゃダメよ、うん、あるからそれでその金はたまんないよ。そのくらい考えちゃう、うん、そのくらいあるよ。それあるよ。あるからって使ったらお金はたまんないわけ、ね。じゃあ最後に歌おうね。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。あの歌いいよな、歌詞がさ。ね。一人ぼっちにぴったりね。僕は一人だからさ。ずっと。一人ぼっち。本当に一人ぼっちだ、本当。まあしょうがない。生まれつきこういう性格なんかもしょうがないね。結局しょうがない、しょうがないよね。まあ、生きたくない人は来なくていいからね。でもね、生きたくない人はしょうがないね。これ飲んだらね、やめちゃう。一人ぼっちなんで、誰も引っ越しても自分で地獄しかないんですよ。しょうがないね。こういうのを踊ってたら、白で上げてたらね。今夜のオナペットはね、白瀬アリスちゃんにしようかな。あの子かわいいね。白瀬アリスちゃんね、かわいいね。あの子ね。かわいい。白瀬アリスちゃん、かわいい。あの子かわいい。そうよ。自分でするしかないですよね。しょうがないです。自分でするしかないんだよね。しょうがないね。一人ぼっちだからさ。一人ぼっちだから自分で一人やるしかないんだよ。うん、しょうがないよね。しょうがないね。一人ぼっちだから、ね。ありがとうね、友達。ラスト、ありがとう。もうこれでおしまい。日本でやめとこうね。予算もあるか。また行っちゃった。日本でちょうどいい。ああ、でもほんとこれ、度数高いからほんとちょうどいいこれ。ビールとか発泡酒全然高いもんね、今日だから。参考缶だけど日本でもほんといい感じだ。うん。でも昨日だったあれさ、500だから量はさ、500で7度だけどね。昨日は日本だから700だもんな。うん、いや昨日飲んでもこれだけで。そうですよ、昨日。昨日は7度のハイボールを500だもんな。今日は352本だから700で、度数9度だもんな。それは昨日より良った感じなのは当たり前だからね。それでも大丈夫よ。毎日よ、毎日。じゃあ、さて、飲み終わった。じゃあ、最後にやります。最後に上を向いて歩こうで終わろうかな。上を向いて。上を向いて歩こう。
涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、笛を吹いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜、悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、まさに僕の歌った感じ。今夜はね、上を向いて歩こうを歌いました。ありがとう。一人ぼっちだからね、ずっとね、しょうがないです。でもそれで僕は生きて、一人でもね、人間は生きてくんだよ、うん、生きてること可能よ、うん、とも、うん、そうでしょ。僕はね、どっかの誰かさんみたいな自殺はしないからさ、誰とは言わないけどさ、うん、ね、うん、なん、今日はこのありがとうね、みんなね、また明日ね、明日も仕事から企画してやりますんでね、今夜の性能確認はこの辺でおやすみなさい。おいてもらってくるので、じゃあまた、うん、生きることが楽しみなんだよ。それ分かんない人はね、しょうがないね、うん、生きることが楽しみなんだよね、日々生きることがね、超生きれたね、そういう意味。明日はどうかな、だから生存確認なのね。今日はこの辺でね、おやすみなさい、また明日。みんなレジンドーさんいるかな、おやすみね。ラスさんもありがとうね、どうもとね、はい、じゃあ終わります。終わりました。じゃあローカルの方が残ってます、ローカルの方が。はい、どうもね。じゃあ今日ローカルの最後はね、この歌歌おうかな、今日はね、ローカルの最後はこの歌で締めようか。失礼レストラン、久しぶりに行きたほうが失礼、失礼レストランを行きます。悲しけりゃここで同じよ、涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子はある。ぽっかり開いた胸の奥に全部この飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな
女に裏切られて笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン。もうおどけることもない今はねえマスター作ってやってよ。涙忘れるカクテル悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした手なしなどは恋の魔術を使えない。だから失恋レストランなくした恋の吹き溜まり歌を歌えぬこの俺でも話し合い的になれるならいいさ失恋レストラン君のそばにいてあげるずっとねえマスター歌ってやってよ。痛みを癒すラプソディ悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で強がり言ってたこの俺は一人失恋レストラン。まだ恋したこともないそうさねえマスター。ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえマスターねえマスターねえマスター早く。はい、最後は失恋レストランでした。ではまた。はい。